フェリーチェ・ジモンディは、イタリア・セドリーナ出身の元自転車競技選手。前世を誇ったエディ・メルクスを、しばし、グランツールや、世界自転車選手権で破ったことも手伝い、現役時代は、ザ・フェニックスというニックネームが付けられていた。1964年の東京オリンピック、個人ロードレースに出場し39位。翌1965年に、プロ転校。で、 イタリア総合3位を経て参加したツールドフランスでは、第3ステージで、前を上塗えるとそのまま最後まで守り切り、見事初出場にして、総合優勝を果たした。そしてこの年のツールでの総合優勝が、きっかけとなり、後に現在においても史上7人しか達成していない、グランツールをすべて総合優勝した選手となり、 また1973年には世界自転車選手権も制覇し、さらにパリ・ルーベなどのクラシックレースでも優勝実績があることからメジャータイトルレースにおける勝負強さが特に際立った名選手であった。1998年、マルコ・パンターニがジモンディライ、33年ぶりにイタリア人ツール優勝者となった際にはパリに駆けつけ一緒に表彰台に上がり優勝を祝った。 2019年8月16日、シチリア州メッシーナ県のジャルディーニナクソスにて、海水浴中に、心臓発作を起こし死去した。76歳ボーツ。残る5人は、ジャック・アンクティル、エディ・メルクス、ベルナール・イノー、アルベルト・コンタドール、クリス・フルーム。ジモンディは、史上2人目の達成者。イタリアのジモンディが、心臓発作で成去。サイクルスポーツ。 https://www.cyclesports.jp/.depall/.detail/.1215932019 年8月17日閲覧。ありがとうございます。